ハンケルキッズベースボールチャレンジ、いよいよ3年目を迎えようとしております。本当に、プロ野球出身者の、講師の方が熱心に、教えてくれております。我々の趣旨というのはやっぱりプロ野球、あるいは社会、もう子どもたちは宝であるという部分において野球を志している子どもたちに正しい野球選手、野球技術、そういうふうになってもらいたいと思って、指導しております。この中から今大きな夢を持って全員がやってるわけですけれども、その夢を実らしてプロ野球に入る人、あるいは、アマチュア野球の指導者になったり、あるいはその少年野球というものを大いに楽しんで、いろいろ楽しみ方というものがたくさんあると思いますけども、ハンケルキッズベースボールチャレンジというものをきっかけにですね、野球というものに大きな違った形のいい思いを子どもたちが持てたらなというふうに思っています。陰ながら支えていきたいと思います。とにかく今必要なのは無限の可能性を持った子どもたちを我々は育てることだと思っております。